ボルトの強毒分について解説します。ボルトはいろいろな材質があり、実で強毒分が定められています。鉄系材料で言うと、4.6、4.8、8.8 10.、10.9 12.、12.9などの強毒分があります。左の数字が引っ張り強さを表し、右の数字が引っ張り強さの何が幸福点応力かを表します。例えば、8.8の場合、引っ張り強さは8 0 0スカル、幸福点応力は8 0 0 600×0.8 で640メガパスカルという意味です降伏点とは材料に荷重をかけていき元に戻らなくなる応力を降伏点応力と言いますボルトの強度設計をするときはこの降伏点応力以下になるように設計してボルトサイズとボルトの本数を決定しますボルトに25,000ニュートンの引っ張りがかかって有効断面積が84.3だとすると応力は296.6メガパスカルとなり安全という判断をすること ができますリニアガイドについて解説しますリニアガイドは精度よく直線移動できる案内です構造的にはボールベアリングの直線移動版ということができます具体的な構造を見てみましょうリニアガイドの構成部品は大きく分けると3つです一つつははレールもう一つはブロックそしてボールですボールはブロックの中で保持機で保持されていてトラック形状に循環するようになっています これによってレールとブロックが直接触れることなくボールを返して転がり摩擦でスムーズに動くような構造が取られています摩擦係数は滑り摩擦の約100分の1です摩擦係数で言うと0.002となりますそしてピッチング方向ローリング方向ヨーイング方向の3つの荷重を受けることができます このような構造で大きな荷物をスムーズに精度よく移動させることができる。これがリニアガイドの特徴となります。近接センサーについて解説します。近接センサーは非接触型の物体検出センサーです。金属がセンサーに近づくことで検出できます。磁界を利用した検出方式なので無接点で長寿命です。金属の実に反応し樹脂は検出できません。 機械的に接触しないため、摩耗もせず、耐久性が高く、水や油にも強くて、高精度で繰り返し位置決め精度が高いのが特徴です。 検出距離は、サイズの大きいものは検出距離が長く、小さいものは検出距離が短くなります。また、金属の種類によっても影響を受けます。検出距離は数ミリ程度の範囲なので、長距離の物体は検出できません。注意点としては、近接センサーは、検出対象物以外の周囲にある金属の影響も受けるので、周りの金属とはある程度距離を取る必要があります。周囲の金属の影響を受けたくない場合は、シールドタイプを採用します。シールドタイプは、前方の に反応するように作られていますので周囲の金属を検出しないようになっています。 キーについて解説します。キーは軸部品と歯車やプーリー、スプロケットなどと動力を伝達する役割の機械要素です。軸側に溝を加工し、歯車側に切り欠き加工をして、そこにキーをはめ込むことで回転方向の力を伝えることができるようになります。軸から伝達されたトルクを歯車へ伝えるときにキーはん断力を受けます。ですからトルクを受け切れる強度のキーを選定する必要があります。軸系によって使用する標準キーのサイズは実で決まっているの のでそれを選定すれば通常の仕様では強度に問題ないですが強度が不足しているならスプラインを使いましょう平行キーの場合のキー溝側のキー溝加工をエンドミルという工具で加工します歯車側はスロッターという工具で引っかくように往復運動させて加工します材質は炭素鋼が多く焼き入れ処理をして高強度を保持している材質が多いです耐食性が必要な場合はステンレス鋼のサス304やサス316を使うこともあります サーボモーターとステッピングモーターについて解説します。サーボモーターもステッピングモーターも位置決め制御ができるモーターです。サーボモーターとステッピングモーターの違いはオープンループ制御かクローズドループの違いです。サーボモーターはクローズドループ、ステッピングモーターはオープンループです。サーボモーターは自分の回転角度を認識していますが、ステッピングモーターは認識していません。サーボモーターは目的の位置からずれた場合、位置を補正して元に戻そうとしますが、ステッピングモーターにはこの機能がありません。ステッピング 特有の脱帳という現象があり脱帳すると回転位置が狂ったまま元に戻ることはありませんこのような理由からサーボモーターは高荷重の正確な位置決めが必要なロボット向きステッピングモーターは軽量の搬送装置向けと言えるでしょうサーボモーターは全回転域に強く ステッピングモーターは、中低速領域に強いという特性があります。ステッピングモーターは、回転速度が上がれば上がるほど、トルクが低下するという特徴がありますので、高速で高重量を扱う機械には不向きと言えます。エアシリンダーの動作原理について解説します。エアシリンダーは、電車の扉の開閉に使われています。 どのような理屈で開閉動作をするのでしょうか。エアシリンダーの構造は注射器と同じです。注射器はピストンを動かして流体を吐き出したり吸い上げたりします。エアシリンダーは逆の動作で流体を出し入れすることでピストンを動かします。エアシリンダーの制御は3つです。 力ののの制制制御、方向の制御、御方向スピードの制御です。流入させるエアの流量をコントロールして速度を調整し圧力をコントロールすることで発生する力を調整し流入する方向を切り替えることでピストンの動作方向を変化させますエアコンプレッサーから送り出されたエアは力の制御には圧力調整弁方向の制御には方向切り替え弁スピードの調整には流量調整弁が使われます同じ圧力で大きな力を出したい場合は シリンダーの内径を大きくすることで力を大きくすることができますショックアブソーバーについて解説しますショックアブソーバーは衝撃吸収装置です車や工場の搬送装置に使われています なぜ衝撃を吸収できるのかを解説していきます。密封容器にオイルが充填されており、オリフィスという小さな穴からオイルが移動するときの粘性抵抗を利用してエネルギーを熱に変換して衝撃振動を吸収します。ショッカーブソーバーはエアシリンダーのような見た目をしており、ピストンが移動することでオイルがこのようにオリフィスを通過して移動します。 オリフィスのサイズや数を変えることで特性を変化させることができます。移動したピストンは元の位置には戻らないので外力を使って元の位置に戻します。ショックアブソーバーの場合は圧縮バネを使っています。ロータリーダンパーは回転型オイルダンパーで上下開閉扉やトイレの便座などに使われています。構造的にはショックアブソーバーと一緒で区切った部屋の間をオイルが移動することでその粘性抵抗を利用してエネルギーを吸収しています。 ベアリングの許容回転数について解説します。ベアリングは回転数の上限が定められています。ベアリングのサイズが大きくなればなるほど許容回転数が小さくなります。なぜサイズが大きくなると許容回転数が低下するのかというと、軸受けが高速回転すると、天動体には大きな遠心力が働きます。この遠心力のために軸受けの外輪に対して大きな荷重がかかり、温度上昇が大きくなるためです。温度上昇が大きくなると、ベアリングは焼き付けを起こします。 潤滑方式によっても許容回転数は変化します。同じサイズでもグリス潤滑の場合よりもオイル潤滑の方が許容回転数が高く取れます。これはオイル潤滑の場合はオイルがベアリングを冷却する効果があるためです。高速回転に向いているベアリングはアンギュラ玉軸受けです。アンギュラは接触角を持っており、ボールが外輪内輪と一点で染色するように作られています。これによって通常のボールベアリングより高速回転を実現することができます。